The Japanese tradition. 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 Origami. 紙を折り、形を作る。たったこれだけのルールで、一枚の正方形の紙から無限の世界を生み出す。それが折り紙です。多くの日本人は折り紙を毎日折ります。はじめは幼稚園や小学校で簡単なものから習うようです。難易度1。家。難易度3。飛行機。難易度5。兜。難易度15。鶴。難易度47。江戸城。難易度191。アンコールワット。これらの折り紙は入門書などで勉強することができます。しかし、折り紙の醍醐味はここから先にあります。それはどこで勉強することもできないアーティストのアドリブによる創作折り紙です。折り紙マスターと呼ばれる超上級者の創作折り紙は遊びの域を超え、奇跡ともいえる芸術作品にまでなります。達人の作品をご覧ください。鶴曼荼羅。遺伝子の記憶。生命の叫び。もちろん、これらはすべて一枚の折り紙で折られています。達人同士が折り紙の腕を競う対決。それが日本の伝統競技、折り合いです。時に勝敗がつかないことがありますが、そこはお互いに譲り合い、引き分けとすることもあります。これを、折り合いをつけると言います。折り合いに挑む前には、頭から水をかぶり身を清めます。よく乾かします。理由は、折り紙が濡れてしまうからです。さあ、いよいよ折り合いの始まりです。
いかがでしたか？これが日本の折り紙です。皆さんも簡単なものからチャレンジして、折り紙マスターを目指しましょう。ジャパンカルチャーラブでは、この他にも様々なジャパニーズトラディションシリーズラインナップをご用意しております。合わせてご利用ください。